子供ラボ代表の岡崎です。子供たちに聞きました。地元和歌山が好きですか？え、誰も手が挙がってない。え、みんな和歌山好きちゃうの？え、好きちゃう。だってなんもないやん、田舎やし。もう楽しいとこなんやろ、遊ぶとこなんやろ。街歩いてても店いっぱい潰れてるし、そしてなんか臭いし。え、臭い？もう衝撃でした。目の前にいた20人の小学生、誰も手が挙がらないんです。生まれた町が好きではない 85.7%。 和歌山県における高校卒業後の県内進学率31年連続全国1位。このままではあかん。普段私は子ども向けの放課後スクールを運営しています。それまでは子どもを楽しませよう楽しませようと与えすぎていました。与えられることがもう当たり前になった子どもたちは、楽しいはどっかの誰かが作ってくれるものになったんです。わざわざ自分が動いて作る必要がなくなった。このままやったらどんどん和歌山から人が出ていくし、そして何よりも先が見えない時代を自分で一歩踏み出して切り開く、そんな力が育たない。この意識を変えないと。これがやるべきことだっていうか、やりたいことだって。楽しいはどっかの誰かが作るものじゃなくて自分で作るもの。この日から変わりました。教える先生を辞めて一緒に作るプレイヤーになる。2016年街中実験室子どもラボを作りました。子どもラボとは、誰かがやってみたいって思ったことをこの指止まれ形式で集めて、街のプロフェッショナルの力を借りて商品にしていくというプロジェクトです。現在300名が在籍しています。これまでは和歌山トランプを作ろう、おむすびメニューを開発しようと、いろんなプロジェクトをやってきました。その中の一つがこちらです。和歌山の働くを知る本を作ろう。和歌山おもんないおもんないって言うけど、ほんまにおもんないか確かめてみよう。これがきっかけでした。おもろい店ないかな。自分たちで街を歩き、そして店を選びます。そしてその店のオーナーにインタビューをするんです。なんで梅屋さんを始めたんですか？おすすめの商品は何ですか？お仕事やっててよかったって思うことは何ですか？プロのライターさんに記事の書き方を教わりながら、自分の言葉で文章を作っていきます。自転車屋さん、インタビューしようとしたら店長の手が黒くてびっくりしました。こちらは地元の本屋さんで行った出版記念トークショーの映像です。お届けください。この本を読んで和歌山のことをもっともっと好きになってもらいたいです。どんな人がこの本を、どんな人が読んでもきっとアイラブ和歌山になると思います。長い時間をかけて一生懸命作りました。なので読んでほしいです。今まで知らなかった和歌山がきっと発見できるので、ぜひ読んでみてください。ありがとうございました。和歌山は何もないって言ってた子どもたち、和歌山は何もなくない、これが本のキャッチコピーに決まりました。和歌山の学校の一部の図書館にはこちらの本が置かれています。今でも本を作った子どもたちが学校の友達に本を見せて和歌山のいいところを紹介しているそうです。きっと彼らは和歌山を出たとしても、いろんな場所で和歌山の魅力を語ってくれると信じています。そんな子ども観光大使を一人でも多く増やしていきたい。現在は和歌山青年会議所の支援を受けて映画を作っております。子どものために大人ができることは、3年間で12のプロジェクトをやってきました。そして今思うこと、それは自分が自分の人生を生きる。子供のために楽しいを作って与える。それをやめて自分がやりたいことをやって人生を最高に楽しむ。そしてその生き様を見せるということ。その姿を見て子供たちは、早く大人になりたい、あんな仕事やってみたい、和歌山結構面白いところや、いやお父さんもなんか楽しそうやし僕もやってみようっていう風になって、自分の町と自分の未来に希望が持てるって。楽しいはどこでもいつでも自分で作れる。こんな世界を作りたい。こんな世界を作るために、これからも和歌山で子どもたちと一緒にたくさん楽しいを作っていきたい。そして何よりも僕が自分らしく輝き、世界を変える。以上です。ありがとうございました。